僕らが最初に、なんかこう、ネットフリックスか何かの仕事の、なんか番宣みたいなので、僕らがちょっと前説かなんか、ちょっと軽 MC させてもらった時、寺田心くんとね、お会いしましたよね。ありました。寺田心くんの第一声覚えてます？なんて言ってたっけ？我々、当時ラフレクランで、あ、心くん、失礼します。僕たち、ラフレクランと申します。お願いします。って言ったら、心くんが、はい、寺田心です。まずはネタを見せてくださいって言ったんですよ。そうだ。お前よく覚えてんね。そうだ。心くんは言う、すごいぞ。マまずジはネで。タを見せてください、お前。えぐかったね、あの返し。俺巨人師匠に目だもんな。ああ。そうそうそういそう。やー、あの回。